はい、こんにちは、岩健です。今日はですね、浅いプールでも上手くなれるというところでね、話をしていきたいと思います。そしてその秘密の練習方法を5つ5選というところでお伝えをしていきます。僕自身小学校中学校と足がつくプールで練習をしてました。その中で全国3位になった経験、そして高校大学とね推挙している中で日本代表にならせてもらった経験、そういったところを余すことなく伝えていきたい、そう思っております。さあ、今日の質問内容なんですけれども、学校での練習が足のつくプールで胸ぐらいまでしか水位がないくらいの深さで巻き足やシュートがとてもしづらいですというところで、足のつくプールで他校、まあ、他の学校だったり練習場かなの足のつかないプールで練習している人たち、子たちと対抗するにはどういった練習するべきでしょうかというところで質問をもらってます。今は片足立ちなどでシュートやパスをしているのですが、やっぱり深いプールになると感覚が違ってしまいます。どうしましょうというところでね、質問をもらいました。まあ、今回の質問の意図というかね、大事なところは3つになるのかなと思います。まず浅くて巻き足やシュートとてもしづらいです。それそうだよね。僕自身も小学校の時はさ、まだちっちゃくてなんとか巻き足できてたんだけれども、中学校とかになったらさ、足つくし、なんか飛びつきしようと思ったらプールの底で足ガーンって打っちゃってさ、痛えみたいなこともねあったので、とてもわかります。そんな中でどういった練習をするべきなのか、そして深いプールとの感覚の違い、これをどう調整していけばいいのか、そういったところがね、質問の主題メインテーマになってくるのかなと思います。はい、というところで今日のテーマ、今日の内容に行きたいと思います。足がつくからこそ〇〇が上手くなる、浅いプールでの秘密の練習方法5選、利き足、出足、四角、股関節の柔軟性、ハイアンドハイというところで、何のこっちゃか分かんない、そう思った人はね、ぜひ最後まで見ていってください。そして最後にまとめと深掘りというところで話をしていきましょう。さあ、まず結論と理由、これを話していきたいと思います。今日の結論、足がつくからこそ〇〇が上手くなる、この〇〇は何なのか。それは横の感覚、水平の感覚、水平横の感覚と垂直縦の感覚っていうのがあると思うんですけれども、足がつくプールだと横の感覚、水平の感覚がかなり高まります。なので足がつかないプールいいなーって、今ないものを嘆くんじゃなくて、足がつくからこそ横の感覚がつくっていうことで、アイデアで勝負をしていきましょうというところなんですね。でもじゃあどうやって横の感覚、水平の感覚を高めていったらいいのというところでね、疑問が出てくると思いますので、浅いプールでできる秘密の練習方法を5つ今からね教えていきたいと思います。さあ、最初の1つ目、引き足なんだけれども、やっぱ横移動のもうね王様だよね。引き足、水平の感覚ってどういうことってね、思った人まだまだたくさんいると思うんですよ。それは足がつくプールだったらさ、普通に巻き足してたら足ガン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 打っちゃうでしょ。だから基本姿勢っていうのが、スカーリングして腰が高いスパイダー、雲みたいな形ね、うん、そうやって四つん這いに近い形なのか、引き足かになってくると思うんですよ。で、足がつかない2メーターとか3メーターのプールで練習してる人たちは、基本姿勢が巻き足になる、垂直になると思うんですよね。足がつく形だったら前傾姿勢でスカーリングしてるようなスパイダーポジションと言われるものか、まあ、横にね引き足するような、足を縦に置けないから横に置く、もしくはまあ前傾姿勢でね足がぶつからないようにしていく、そういったことがね基本姿勢になると思うんです。そうすると横の感覚がついていきますよというところですね。で、その中でもさ、今回は引き足をねピックアップして話をしていくんだけれども、引き足は1種類じゃないんだよっていうところをね知っておいてほしいなと思います。これなんか左サイドのレッスン動画みたいなところで話してんじゃないかなと思うので、ちょっとねぜひ過去動画あさってみてください。僕も見つけたらなんかこの辺に貼っときますね。まあ、あと概要欄にも貼っとこうかなっていうところでさ、引き足には攻撃的なもの、そして守備的なものがあるというところなんですよね。まあ、攻撃的なものっていうとさ、基本的な引き足、足を引いてさパスキャッチをしてっていうところになってくるんだけれども、守備的な引き足の場合はスパイダーのポジション、守りのね、腰を上げた状態から引き足をしていくっていうところで、お尻が真横向かない、まあ、ちょっと過去動画見てよっていうところですね。はい、そして丸2番なんだけれども、出足、スタート&ストップというところで話をしていきたいと思います。1個前で話をしました、水平の感覚、足がつくプールの人たちの基本姿勢、これはスパイダーか引き足っていうところを話をしたんだけれども、今回スパイダーからの必殺技、これが出足になってきます。めっちゃ出足って基本的な技じゃん、どこが必殺技なのってね思った人もいると思うんだけれども、これ一度足つき OK の水球をしてみてください。遊びでいいからさ、1対1とかでもいいからちょっとやってごらん。うん、そうするとさ、何がわかるかっていうと、とにかく出足を鋭くしないとさ、足ついてディフェンスされたら無理じゃん。で、逆に言うとさ、足ついてドライブしてピョンって飛んでドライブしてみて、めちゃ速いから、うん、っていうところで、とにかくそこの相手が気を抜いてる一瞬で前に入るっていうのは、とてつもない威力を発揮するわけですよ。これは足がついていようがついてなかろうが一緒なので、特にわかりやすいのが
足つき水球するとすごくわかりやすいです。ただこれは毎日この練習してたら出足の能力全くつかない、地面を蹴る力しかつかないので、最終的には手足、水を蹴って前に入る、この感覚を身につけてほしいと思うんだけれども、とにかくここの横の動き、水平の動きで勝負をする感覚を覚えてほしいなと思います。でさらにここで一つもう一段階深掘りをしていくと、スタート&ストップというところで、これはスピードよりもタイミングが大事だっていう話なんだけれども、相手がさ、特に足をついて追求をしていくと、前にキュッて入った時に相手はさ、足を蹴って後ろにね、背泳ぎみたいな状態でビョーンって戻ると思うんだよね。そうしたらさ、そこでピタッと止まってごらん。そしたら何が起きるかっていうと、相手は後ろに下がってるのに自分は前に行く、このね初動の一番最初のところはすごい最高速で行ってるんだけど、ギュッピタッて止まってみると、あーみたいな、ここでね距離ができるんですよ。そうするとパスがもらいやすかったりするので、ここのスタートだけではなくてストップのところまで意識をしてみると、さらに上手になれるんじゃないかなと思います。さあ3つ目、視覚空間認知能力というところで、スポーツ科学の側面で話をしていきたいと思います。一つ質問なんですけれども、横向きで上手にパスとかシュートできますか？人間って歩いている時もそうだし、走っている時もそうだし、普通に生活している上で顔が地面に対して横向きになっていることってほとんどないんですよね。でも足がつくプールで練習しようと思ったら、引き足とかスパイダーになってくるわけじゃないですか。じゃあ引き足ってなったら顔がどうしても横向いちゃうよね。その状態で上手にパスとかシュートできますか？これってかなりね、すごい歪な形なんですよ。でもこれで練習すると歪んだ視界を補正する力、これがついてくるの でこれってめちゃめちゃ重要なんですよ。なぜこの歪んだ視界、歪んだっていうのはその角度がね、まっすぐから横向きになってる、そういった視界を補正する力がなぜ重要かというと、とっさのパスで思いっきり手を伸ばさないと、うーって手を伸ばさないと取れない時って、やっぱ顔がさ横向くよね。そういった時のとっさのパスや、体がブレた状態、体幹がブレて横向きになってしまって倒れ込んでなんとかキャッチした、そういった状態でのシュートの時にシュート外すこと多くないですか？でもこれを普段から横向きでのパスっていうのを、引き足で常にパスキャッチをしている人たちっていうのは、視界を補正する力っていうのがついてるので、こういう時でもなんとかかんとか得点にすることができると思うんですよ。だからめちゃめちゃかっこいいバウンドシュートを決めても言ってんだけど、体がブレブレだったりとっさのパスをさ、なんとかもう顔つけたまんまでもキャッチしてそのままシュート打つ、それで得点になればさ、これも1点だからね。その1点の重みっていうのは、かっこよく決めたとかかっこ悪く決めたとか関係ないんだよね。っていうところでさ、とにかく点数を1点でも多く取っていく、その上で視界を補正する力って実はめちゃめちゃ重要なんだよっていうところの話ですね。でこれって深いプールでしか水球をしたことがない選手にとっては絶対にわからない感覚なんだよね。だから足がつくプールだからこそ、この視覚空間認知能力、ここにフォーカスした練習っていうのを実は知らず知らずのうちにやっていたというところなんですね。さあ4つ目、股関節の柔軟性というところで話をしていくんですけれども、一般的なプールはだいたいね水深120センチぐらい、実はさそんだけ水深があったら足つかないんだよね。マジかよ、全然つくんですけどって思う人も多いと思うんだけど、実はねつかないんですよ。でその秘密は何かというと、股関節の柔軟性と体の角度というところなんですよ。でまずプールが浅い人たちの股関節っていうのは、知らず知らずのうちにやっぱね膝を上げて巻き足をしないといけない、イメージ的には水を踏む、水を蹴るっていう意識よりも膝を持ち上げるような意識で、できるだけ膝が高い状態で巻き足をする、そういった意識が多分知らず知らずにあると思うんで、質問くれたねあなたもそんな感覚ね多分わかると思うんだよね。でもこれって深いプールでやってる人たちってわかんないの。下がいくらでもさ2メートルでも3メートルでもあるから、とにかく水は踏むもの、蹴るもの、下に押し込むものっていう意識が強いと思うんですよ。でもね浅い人たちはその逆なの。足は上げるもの、膝を上げるものっていう感覚があると思う。そうするとどうなるか、股関節が自然とストレッチされて柔軟性が高まります。っていうところでね、まず一つ目の秘密としては股関節の柔軟性、まあそれは足の使い方の意識の違いから生まれてくるものなんだよね。膝が高く使っていく、プールが浅い人たちは膝を高くする、プールが深い人たちは膝とか関係ない、とにかく踏むものだっていう意識でやっていくっていうところなんですね。でさらに体の角度っていうところで、一番最初に話をしましたスパイダーポジション、前傾姿勢になったりとか、体を横に流す引き足の状態、こういった体の角度、まっすぐ巻き足してたらさそりゃ足つくよ。でも角度が少し斜めになって、お相撲さんのさ発狂に残ったらさ構えみたいな形になったら、そりゃ前傾姿勢になった分、ここの幅120センチしかなくて、普通だったらさこうぶつかっちゃうけど、斜めになればほらぶつからないよね。
そういった形で柔軟性と角度ですることができる。で、そうすると何が起きるかっていうと、角度が上がるっていうことはできるだけ水平に水平になろうとしてるってことですよね。そうするととてもいいことがあるんですよね。それについては次話をしていきたいと思います。さあ5番目、ハイ&ハイというところで、高さ&高さっていうところですね。これは何かというと、目線と膝の位置を5センチずつ上げていこうというところなんですね。で、これの効果としては、足がつきにくい、怪我しにくいってことを、足バーンって打って痛いみたいななりにくいことと、それから垂直方向への脚力がアップするというところで、この2つの効果があります。で、先ほどまでずっと言ってました、水平になりましょう、足がつかないようにしていきましょうね、その体の角度、股関節の柔軟性、ここは大事なんだよって話をしていったんだけれども、結局試合の時には足がつかないプールだから、ある程度の垂直方向への飛ぶ力であったりとか、負荷があるのを耐える力が必要なんですよね。じゃあそれをどうやって鍛えようか、それをハイ&ハイで鍛えていきましょうというところ、意識的に目線を5センチ上げましょう。で、そうするとさ、膝ももうあと5センチ、もうあとちょっと踏ん張って踏まないと、膝の位置、それから目線の位置上げることできませんよね。そうするとさ、縦方向への垂直への脚力が上がっていくというところなんですね。たった5センチだからさ、してもしなくてもあんま分かんないわけ、上から見てたら。それでサボるとさ、足を打ったりぶつけたりしちゃうんだよね。で、そうすると、あ、忘れてたってなると思うので、足がつくからこそ意識がしやすいっていうところなんですね。でもこれ、深いプールの人はコーチ監督から、あと5センチ顔上げろ、頭上げろって言われてて、意識するかもしれないけど、気がついたらサボっちゃうんだよ。だってしんどいんだもん。でも足がつくプールの人たちは、サボったら足バーンってぶつけるから、もうね、意識せざるを得ないわけ。っていうところで、足がつく浅いプールだからこそできる練習、意識ができるところだと思うんですね。さあ、ここでも深掘りしていきましょう。重さ、圧力、これは高いところから低いところへ流れるわけなんですね。だから、あなたがたとえ小柄だろうと体重が軽かろうと、圧力、重さっていうのは高いところから低いところに流れていきます。つまり高さはめちゃめちゃ重要。このハイ&ハイっていうのは、小柄な選手が大柄な選手に勝つ、もっと言うと日本代表選手が海外の大柄な選手に勝っていくためには、この高さっていうのはかなり重要なファクター要素になってくると思います。だからこの練習頑張ってやってみてね。はい、というところでまとめと深掘りいきましょう。まずまとめ編、足がつくからこそ水平の感覚が身につくよねっていうところで話をしていきました。この縦だと足ぶつかっちゃうから、スパイダー、そして引き足、こういった水平の感覚身につく、知らないうちに身についてるんですよっていうところ。そして浅いプールならではの秘密の練習方法を5つ教えていきました。引き足、これには2つあるんですよ、過去動画見てくださいねっていうところで話をしたよね。2つ目、出足は最強の武器ですというところで、スタート、さらにスタートからのストップっていうところで話をしていきました。3つ目、スポーツ科学の側面から話をしていきました。視覚、空間認知能力、これは常に、顔をまっすぐにしている深いプールの人たちには絶対に気づけない感覚ですよ。4つ目、股関節の柔軟性というところで、足がつく浅いプールの人だからこそ、膝を上に上にという意識で、実は柔軟性が上がってたんですよというところ、引き続きやっていきましょうというところね。5つ目、ハイ&ハイ、目線と膝の位置、もうあと5センチ高くしていきましょうというところでした。さあ、ここからの深掘りについては次のスライドで話をしていきたいと思います。さあ、水深についての深掘りというところで、僕ね、思うんですけれども、水球のスタイル、プレースタイルには、主に2種類あるんじゃないかなと思ってるんです。まず1つ目が、ドライブとかスピードで崩すスタイル。これはやっぱ小柄な選手が得意だよね。で、次にパスとかパワーで崩すスタイル。これは大柄な選手向きですよね。日本代表とヨーロッパスタイルみたいな。泳いで点を取るような。まあでもイタリアとかギリシャとかもちょっとこういったスタイルありますけれどもね。こういった小柄な選手向きなスピードスタイル、ドライブスタイルでいくのか、パスとパワーで崩していく。そういったスタイルもあると思うんですけれども、考えてみるとさ、パスとパワーで崩す、そういった垂直の動き、っていうのは足がつかない深いプールの方が得意だろう、練習するにはね。足がつくプールだったら横移動、ドライブとかスピードで崩す、こういったことしないとさ、足ついちゃうわけだからさ、プールの構造上練習がしづらいっていうところなんですよ。で、ここから深掘りなんだけれども、じゃあ日本代表の選手たちっていうのはどういった水球をしているのかっていうと、僕は完全にこのドライブスピードで崩す小柄な選手向き、まあ日本、世界と比べたら日本小柄だから、そういったプレースタイルが近いんじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあ今の日本代表の選手っていうのはどうかっていうと、ジュニア期に浅いプールで練習してきた選手が大半だと思うんですよ。小学校、中学校から深いプールで練習してきましたっていう、そういう環境がある方が今の日本では珍しいので、もうほとんどの選手がスイミングの追求コースみたいなところで始めたりしてね、ちっちゃい頃からね、浅いプールで練習してんの。だからこれね、質問くれたあなたが悩むことなんか何一つないと思うわけだ。だって今の日本代表でさえジュニア期に浅いプールで練習してきてるわけだから、何も問題ないと思います。工夫したいっていうところ。だから、つまり気にすんなっていうところ。はい、というところで、今日は浅いプールでも上手くなれるというところ。
ところで秘密の練習方法5選、話をしていきました。僕自身も足がつくプールでずっと練習してきたから、すごくね、試合は足つかないのに試合と同じ状況で環境で練習できないって恵まれてないなって思った気持ちってすごくわかるんですよ。でもね、今日話をしたように、浅いからこそできること、浅いからこそ意識せざるを得ないこと、そういったピンチをチャンスにね変えるような意識っていうのを持つとかなりいいんじゃないかなと思います。そんなこんなで今日の話は終わり。また次の動画でお会いしましょう。そしたらね、バイバイ。